金メダルならぬ金メダル。はい、どうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルでございます。皆さんはね、今年の東京オリンピック見てましたでしょうか？まあね、かくいう僕はですね、スポーツに1ミリも興味がないね、陰キャラなんで、もうバッハ会長のクソ長いスピーチの動画だけ見て、それを僕の YouTube のネタにして僕の東京オリンピックは終わりましたね。まあしかしですね、今回の東京オリンピック、ネットではね、とある人物がね、選手の金メダルをかじって炎上してるみたいですね。もうね、この件に関しては、いろんな方々がもうネタにしてるんで、わざわざね、僕が触れる必要ないかなって思ってたんですが、解説してくださいっていうリクエストね、かなりいただきましたんで、今回は金メダルをかじって炎上した河村たかし市長とその後生まれた大喜利のねネタについていくつか解説紹介していこうかなと思います。では行こう。東京五輪で金メダルを獲得した女子ソフトボールの日本代表後藤美優選手が表敬訪問で愛知県名古屋市の河村市長の元へ訪れました。そしてね、そこでとある事件が起きてしまいます。まあ、その事件というのが、河村市長は後藤選手のね了解を得ることなくその金メダルをなんとかじってしまいます。そしてその様子がニュースで報じられると、ネットではコロナ禍なのにわざわざマスクを取ってまですることじゃないとかね、初対面のわけわからんおっさんに頑張って取った金メダル噛まれるのは嫌すぎるみたいなねコメントが殺到することになります。まあ、確かにね、70代のおっさんに金メダル噛まれるのくっそ嫌ですよね。そしてネットではね、コロナにちなんで金メダルならぬ金メダルなんていうねワードも誕生しました。うん、ワードセンスが天才のそれ。そしてその後、河村市長は迷惑をかけているのであればごめんなさいとね謝罪。しかし迷惑をかけているのであればとかいうね、もう明らかに必要ないワードを挟んでしまったため、ネットでは反省する様子が見れないとまたね炎上することになりました。まあね、ここまでが河村市長金メダル噛みつき事件のね大体のあらすじなんですが、ここからはその後話題になった大喜利のねネタについていくつか見ていきましょう。まずこちら、この写真はね、今年の4月に行われたシャチホコの特別展覧会にね出席した際の河村市長で、金のシャチホコにねかじりついてる様子を見せています。この写真を見たネット民の方々は、いや、どんだけ物かじるん好きやねんというようなね大喜利やコメントしていき、もう現在ではねメダルかじり虫と呼ばれています。ネーミングセンスがめっちゃいいっすよね。では続いての大喜利はこちら。お笑い芸人のね、ロッチの中岡さんが自身のツイッターにて、おかきをね、金メダルに見立てて噛むという写真をツイート。そして、このツイートは大喜利のセンスがありすぎるとね、話題になり、最終的には6万いいねを記録。神対応ならぬ、神対応ってことなんですかね。はい、ということで今回はネットで話題になった河村市長金メダル噛みつき事件についてね、まあ、ざっくりでありますが解説紹介していきました。まあ、このように当チャンネルではネットで話題になった人物の歴史やネットミームについてね解説紹介するチャンネル、カッシーチャンネルでございます。で、この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方はぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。